対決サクサクセス実況18回目の今回戦う選手はセリーグの月間 MVP を受賞した2人の選手。まず1人目が投手の菅野、そして2人目が野手の中日の助っ人外国人ビシエドと対決していきましょう。この2人がね5月の月間 MVP に選ばれました。この2人ですね、去年2016年3月4月の月間 MVP を同時で受賞してるんだよね。何か運命的なものがあるんでしょうかね。じゃあまずは投手の月間 MVP を受賞した菅野と対決していきましょう。菅野の月間 MVP を受賞した5月の成績はこちらになりますね。5試合に登板して3勝2敗、イニング37イニングを投げて防御率は 2.68、奪三振31個で自責が11点ということですね。まあ素晴らしい成績で3勝も挙げてます。なんでこれで2敗してるのかよくわかんねえけどさ。まあとんでもないいい成績ですよね。まあ他のね、月間 MVP 候補者も防御率菅野よりもいい人はいましたけども、まあ、菅野ね、これ3勝を挙げてる。これ5月で一番、最多勝になりますから、まあ、そういうこともあって今回月間 MVP5 月の部門で選ばれたんじゃないでしょうかね。ただこの菅野はですね、5月月間 MVP は受賞したけど6月交流戦に入ってから全く勝てない、それどころか炎上を繰り返してますからね。巨人の連敗を止めてくれるのはこの男だと信じていたのに打たれるっていうね、ちょっと残念な感じになってます。パリーグってレベル高えなって思うよ。こういうピッチャーが打たれたらね、まして菅野が打たれたらね、ちょっと残念な感じが続いてますけどね。まあでも5月に出した成績っていうのは本物ですから、このパワプロではものすごく強い選手なのでね、しっかりと強い選手を作らなければ勝てないぜ。しっかりと作っていきましょう。今回作る選手の球団設定は菅野同様巨人で OK、 持ち込みアイテム迷うことなく天才カードだね。もうこの男と対決するときにこのカードを持ち込まない、それは自滅行為だ。勝てるわけがないからね、これを持ち込まなきゃスタートラインにも立てないから絶対必要だね。で、チヤホヤカード、特殊能力も盛りだくさんですから、この2枚で菅野を超える選手を作ってみよう。レッツ対決サクサクセステージワンワンやっていこう。初期能力はこんな感じ。なんか微妙だな。天才カード使用した割にはね。まあ、スラーブ変化量さんとあるのはいいんだけど、なんか微妙な感じするわ。まあ、でもしゃあないね。この選手を強くしていかないと。お、無地パネルが様々な色を輝き出した。それはいいや。体力回復。で、変化球追加きたね。カットボールがついたぞ。青パネルもいろいろあるから。ガナかも。ナイス、いい子だ。よく来てくださった。急速強化カード。まあ、ここから強くすればいいからね。でもやっぱ天才カードの割には微妙だなっていう感じはやっぱするよ。青マス来い、近くに来い。どこだ？あ、下おにぎりパネル来た。選手誰だ？高木、お前しか。そして、おー、スタミナアップ。センキュー。赤パネル踏みたくねえな。変化量ダウンしそうだ。どうだ？あー、よかった。急速か。いや、急速でもダメだけどね。まあ、ステージ1これにて終わりで OK でしょう。コントロールはやっぱ菅野レベルにしないとね、 S の90ですから、かなり必要になるよこれ。お、横に選手がいる。カモーン。誰だ？内海か。スタミナ4アップ。青パネル全部消滅。オーマイガー、もう終わりだこれ。嘘やん、マジでかい。うーわ、もう最悪だよこれ。何もできねえじゃねえか。次行こう。待て、お前天才カード持ち込んだのできたのはクソじゃねえこれ。出来上がりクソな選手かもしれないね。いやいや、そんなことにはさせねえよ、お前。させるわけねえだろ。選手かも、ナイス。スタミナパネルしかねえんだよな、周り。なんでこのスタミナだらけなの？そんな求めてないよ。もちろん、スタミナも大事だけどね。制球超人ね、コントロールは D の55か。急速、急速。特殊能力もプリーズ。どこだ、選手とか全然青パネルが近くに来ねえ。全然この変化球パネルもあっちにあるし、遠いんだよな。取りに行けねえ、あんなとこ。取りに行くか。体力ないんだけどね。スライダーの変化量アップか。シンカーボールか。ぜひ取っておかないと。うわ、体力減少、やばい。体力ないぞこれ。逃げ玉がついたが、よっしゃ回復。よかった。もう上げて落とすのやめろや。逆だね。落として上げやがった。このステージ終わりだ。いかん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 。特殊能力も大してついてないし、ほんと天才カード持ち込んだの史上最強に弱い、最悪に弱い選手が出来上がるかもしれないね。かも。大竹かな。よし、急速3アップ。よっしゃ、また回復。オッケー、ついてるね。で、宝箱なんだこれ。急速超人ね。よしよしよし、急速なかったからね、これは助かったや。あ、怒り、あれ守るか。ちょっと会いに行こうかな。お、急速強化カードはもう持ってるんだよな。カレンが来たぞ。どこだ？上か。まあ、だいぶ離れてるし大丈夫だろう。
ウェイ、伸び B の特殊能力ついた、ありがてん。体力超回復、おイエイエイス、ナナナナイス。あ、なに、コントロールと守備力が入れ替わった、最悪だ。まあ、もともと高くはなかったけどね、だいぶ入れ替わったぞこれ。最悪すぎる。マシソンだな、かも。マシソンスタミナじゃねえだろお前、セットアッパーピッチャーなのよ。野球マン来たぞ、野球マン。カモカモ、近くに来てくれ。そっちじゃなくてこっちに来い。どこに出る野球マン。あ、下に来たね、カモカモ。よっしゃ、会えたぞ。俺はね、出会い中だからね、会わないと満足できないんだよ。カーブの変化で上げてくれたね。よし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 、スタミナも上げて、コントロールも欲しい、球速も欲しい、もっと強くだ、もっともっと。竹もっとだ、いつも言ってるだろ。このコントロールではすぐのと対決にならないね。球速もそうだ、特殊能力もそうだ、いろいろ足りない部分が多すぎる。もっとだよ、ステージ5。大丈夫、博士がいる。頑張ってよ、ちょっと待って。いや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 、これはね、さすがにね、やめとくわ。ああ、今の流れでやるとどうなるかくらい、俺にも読めるよ。やってはダメだ。死にたいのならばやればいい。でも俺は死にたくない。次にね、希望を託したいので、やらないよ。手術は避けるね。よしよしよし。絶対やめた方がいい。わっ、彼に目つけられたし、おいおい、青パネルまだまだ残ってる状況だぞ、お前。やばい、変なやつにロックオンされたやん。野球マン来てくれ。急速超人間150到達か。待てよ、こいつ2マスずつ飛ばしてくるからね。ちょっと待てよ。いや、待て待て待て、ぶっ飛ばされるな。第二変化球パネル踏みたいんだけどね、こいつ絶対来るわ。ほら、来てる来てる来てる。野球マン来ないのかい。いや、もうダメだね、これ。どっち行ってもアウトだよ。うん、カレンが上来たらぶっ飛ばされるし、カレンが左来たらぶっ飛ばされるし、これで終わるしかないの。でも仕方のないことだね。はい、終了。ドゥエース天才カード持ち込んだけども、出来上がったのはなんかようわからんっていうね、残念な出来になってしまったよ。もっと強くなれたはずなのにね。球速150、コントロールも C の66、菅野と比べればだいぶ差があるね。スタミナ B の79、まあこれくらいあればね、十分ですから。スタミナに関しては別になんともないんですけど、変化球はサークルチェンジ、カットボール、スラーブ、しかしその他2つはね、変化量1で、スラーブに関しては変化量5ありますからね。特殊能力は回復 C、 伸び B、 逃げ玉、玉持ち丸といった感じか。どうだろうね、すんごい微妙な感じするけど、菅野レベルかと言われればそうじゃないと思う。いや、ひどいわけではないんだよ。ああ、だから菅野と対決するには色々と足りないものが多すぎる。でも作っちゃったもんはしゃあないからね。これで対決していきましょう。じゃあ今からオートペナントで回して菅野と対決していきましょう。僕の作った選手からいきたいと思います。作った選手はローテーション1番手、スタミナの限界を起用し1年のシーズンを回すぜ。菅野も同じ条件でいきたいと思いますのでね、エースですからやはりスタミナの限界が来るまでは投げないとね、マウンドを譲ることはできないんだ。この起用法でどんな成績を叩き出すのか期待して見ていきましょう。僕が作った選手、1年のシーズン開幕。1年のシーズンが終了。僕が作った選手の成績、オープン。ダダダン。おー、防御率 2.78 ですか。なかなかいいんじゃないかな、これ。やるじゃない。内海がそれ以上の数字を出してるけどね、全盛期復活。あんたがいてくれたら巨人11連敗することもなかったのね、いないからさ。悲しいね。まあいいや。防御率 2.78。184イニング結構投げてるね。ほんで、12勝9敗。勝ち越せてよかったわ。怖いね、これ。ね、この防御率でも負け越しがあるからさ。ほんで、勝率5割7分1ね。で、登板29試合で、完封0、完投 1? 嘘だろ、お前。完封1個もないんかい。完投1個のみ。いや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 、菅野はこんな数字じゃないって。で、QS19 率高いね。HQS11 で 37.9。脱三振163個で、フォアボールが 7.9、脱三振率が 7.94 ですね。で、フォアボールが39個。デッドボール2個で、四死球率は2ですね。悪くはないですね。で、被本塁打6本。あ、被本塁打率低いね。おぉ、いいわ、これかなり。で、被安打率は183安打で2割5分5厘。
得点圏被安打は、おー、2割と数字だいぶ落ちてる。5分以上落ちてるからね。これすごいよ、なかなか。うん。で、ウィップは 1.21 か、1.2 超えたか。いや、菅野、ウィップの部分でもかなり優秀なピッチャーですからね。で、冒頭4回。ひでえな、お前。なんで、その他の数字はこんな感じだね。タイトルは何か取れたのか。ベストナインは野村、ゴールデングラブは宇都宮、そして、まあ、新人王はタイトルに含まないので、あー、何も取れてないな、残念だ。僕の作った選手の成績はこのようになりましたね。まあちょっとね、いろいろと足りないものが多すぎる。防御率ももっと低い方がいいし、まあ勝利数も菅野負け運ついてるとはいえね、もう勝つピッチャーなので、このパワープロではね、15は欲しいし、ほんで何よりも完封完投数だね。これがちょっとダメだわ。あー、完封0もダメだし、1もダメだし、もう少し多くないと、ほんと菅野はね、やばいので、みんなが思ってるよりもやばいので、セリーグナンバーワンの投手なんで。でもパリングボコボコされてるけどね、すごいので、ちょっときついね、これでは。じゃあ次は菅野をオートペナントで回していきますぞい。起用法は同じ。ローテーション1番手スタミナの限界を起用していきますのでね。能力をもう一度確認すると負け運はついてるが、先ほども言った通り負け運ぶっちゃけそんな関係ないから。パワープロではめちゃくちゃ勝てる投手ですからね。20勝してる菅野というのも何度も見ましたよ。まあ、能力が高いのでそういうこともできるんだろうね。ちょっと俺の出した選手の成績ではあれでは厳しいと思うけどもね。何かスランプがあって、現在の菅野のようにね、パリ軍ボコボコにされてる菅野のような菅野が今このゲームにいるならば、勝てるチャンスはあると思いますので、いてくれることを信じましょう。菅野、1年のシーズン、開幕。菅野、1年のシーズンが終了。成績、オープン。ダダダン。わー2.47! まあ当然だわな。そして200イニングを投げてるっていうね。化け物やー。これがいたら連敗なんてしなかったんだろうな。すごいね。あ、さすがですよ。防御率 2.47、208イニングを投げて14勝9敗。9敗してることが謎だよ。お前、田口もどないなっとんねん、これ。勝率6割0分9厘で、登板29試合で完封が4、完投が8、言ったでしょ？あんな完封数、完投数じゃ勝てないってね。ほら見ろよ、すごいだろ？これがエースだよ。マウンド誰にも譲らないっていうね。で、登板24、QS24 で、率も高く、HQS16 で 50% 超え。三振も232個取れてるからね。三振率10。藤波以上取ってんじゃねえかな。で、与えたフォアボール41個で、四死球率は 1.86。基本塁打5本とかなり少なく、被安打174安打で、被打率2割2分5厘。得点圏被打率は2割1分7厘と、さらに数字は落ちて、ウィップは 1.03。その他の数字はこんな感じ。優秀すぎる。マジで。メジャー行けよ、こんなの。タイトル何か取ったのか確認していきましょう。まあ、この菅野ですから何かしら取るでしょうね。おっと、ベストナインは野村が取るのか。意外だ。で、ゴールデングラブは菅野。そして、沢村賞も野村。うわぁ、これ野村相当な成績出したんじゃないの。うわぁ、投手の3個のタイトル独占だ。で、菅野は最多奪三振1つ取ってますね。これ菅野以上に野村の成績がやばかったっぽいぞ。沢村賞も取って投手のタイトルもほとんど独占。三振以外独占。うわぁ、2.05、215イニングを投げてこの勝利数。うわ、やばい、お前待てよ、野村ってこういうタイプじゃねえだろ、お前ね。去年最多勝取ったけど、こういうタイプじゃないよね。チームの援護もあって、そして、ね、自身は、ま、QS は最悪でも達成するっていう、そういう内容だから取れたってなのね。なんだよ、これ。誰だよ、これ。ジョンソンなんで負け越してんだよ、これ。ツッコミどころ満載じゃねえか。いろいろとおかしいぞ、これね。すげえな、野村。なんでこんな成績出せんの、この能力でね。勝ち運ついてるからこれだけの勝利数は納得だけど、これだけの防御率叩き出すにはちょっといろいろと足りないもの多そうな気がするけどね。まあ、ようわからんわ。今回は主役は菅野ですからね。野村のことは忘れましょう。菅野が取ったタイトルはゴールデングラブと、
最多奪三振ということになりましたね。野村さんいなければね、その他のタイトルなんか取れてもおかしくなかったんですけどね。じゃあ互いにオートペランと回し終えたので成績を見比べて勝敗を決めていこう。こちらになります。上が僕、下が菅野だ。防御率は 2.78 と 2.47、 まあ少ない差だからね、おっとこれはと思ったんだけど、イニング数は184と208、まあ、20イニングの差がある。で勝利数でも12勝と14、負け運持ってる菅野に負けてますからね。互いに負け数は同じですけどね、勝利数が違うので当然勝率も変わってくるわけだ。そして何よりも違うのは完封数と完投数、4と8の菅野とこっちは0と1ですからね。もうこれを見た瞬間勝敗は決まるようなもんでしょう。その他の数字見比べるなくてもわかることだね。実況18回目、まずは月間 MVP を受賞した菅野と対決してみました。結果は言わなくてもわかるんだけど言います。菅野の勝ちということでよろしいでしょう。これで僕の勝ちはないわ。もう少しねいい選手を作れていたら今回勝てたのかもしれない。まあこれ菅野にしてはね、どっちかといえばそんなにすごくはない成績、もっともっと圧倒的な成績出すピッチャーなので、パワープロではね、まあ菅野にしては低かったんですけど、まあそれでも勝てなかったからね。天才カードを持ち込んだが無理だった。こんなだったら大丈夫博士の手術一か八かでやっとくんだったね。あ、絶対失敗してたと思うけど今回以上に差が空いた対決になったかもしれないけどね。まあでも一か八かやって成功してならもしかしたら勝機はあったかもしれないね。まず月間 MVP を受賞した菅野との対決は敗北ということになりました。じゃあ次は野手で月間 MVP を受賞した中日の助っ人外国人ビシエドと対決していこう。5月の月間成績はこちら。25ゲームに出場して打率は3割4分1厘、8本塁打に25打点と打率、本塁打、打点、どれを取ってもね月間成績素晴らしいですよ。月間 MVP 取れない方が不思議だね。取れて当然ですよこれはね。まあ確かに5月のねビシエドってかなり調子良かったもんね。常に打ってたイメージがあるわ。まあでもこの選手調子極端な選手ですからね。4月は全然打たず、5月これですから、まあ6月おそらくまた打たなくなるんじゃないでしょうかねまあよくわかんないけどさ、パワープロでの能力はこのようになってますね。能力だけ見るとやはり一番高い能力はパワー B の79。まあこれくらいのパワーがないと名古屋ドームでホームランはなかなか打てんわな。そして特殊能力には対左投手 B に高額打法と、なかなかいいものを持ってますからね。パワープロでも相当な成績を叩き出すんじゃないでしょうか。特に広角打法持ちでパワー B の79やばくない？ああ、東京ドームに来たら何本打てるんだろうね、気になるわ。名古屋ドームにいながらね、去年は22本のホームラン打ちましたから、ポテンシャルはものすごく高い選手ですよ。菅野同様強い選手を作らないとね対決にもならないと思いますので、強い選手を今から作っていきましょう。二人目に作る選手の球団設定はビシェード同様中日で OK。 そして持ち込めないともやはりパワーの武器が選手パワーで、こちらもね、行きましょう。で、もう一枚何持ち込むか。さっき大丈夫博士出てきたからね。大丈夫博士登場カード今持ってないから、この改造手術成功カード持っていこうかな。ほんならまた出てきた時に手術は必ず成功するからね。ただ、必ずしも出てくるわけじゃないですから、ちょっとその俺は確率にかけようと思う。低い確率だけど、先ほどように出てきてくれたらね、手術も成功して今度こそね強い選手作れるはずですから、よし、この2枚で作るよ。レッツ対決サクサクセ、ステージ1-1やっていこう。初期能力はこんな感じ、弱いですね。お、ステージ1から宝箱はないのか、俺の勘違いだね。いやいや、でも選手いるし青マスもたくさんありますから、全部踏んでいかないとね。カモカモカモ、誰だお前は。野本か、肩力7、センキューで、パワーパネルも踏んで、いきなりパワーが E の40到達だ。まだまだだね、もっともっとやらないと、ほんと名古屋ドームで全然ホームラン打てないから、めっちゃ打ちづらいからね。あそこでホームラン打てるバッターは本物だよ。ビシエドみたいなタイプはね。さて、ステージ2、パネル転生来たー、これは久々に来た。俺、パープル2017だ、初めてじゃないかな、これ。っていうくらいに、ほんと、マジで久しぶりだ。これはとんでもない選手できるよ。先に言っとくわ。あ、もうビシエドどうのこうの関係ねえぞ、これ。やばいのができるからな。言っとく言っとく。とんでもないの作ってやるよ。オールエス。オールエス宣言今ここにさせてもらうわ。やばいよ、これ、本当に。よっしゃ、これまだまだ強くなる。もう無限プレイが可能だからね。これはやばい。ほんとちょっと本格的にやばいわ。テンション上がってきた、マジで。ははは。やばいやばい。やばいしか言ってないけどやばいんだよ。絶対失敗しないようにしないとね。
あのおにぎりパネルをうまく踏みながらやっていかないとダメなんだけど、そのおにぎりパネルが近くに来ない。これでは無限プレイができんぞ。いかいか、おにぎりパネル全然来ねえ。カモンおにぎり、ダメだ、無限プレイできねえ。終わった、もう最悪だよこれ。嘘だろ。いやこれうまくおにぎりパネル踏んでやれば無限プレイが可能でオールエースも作れるんだよ。失敗したね。失敗したというか全然来てくれないんだもん。来なさすぎでしょ。なんかアップデートしてなんか変えた、その部分。その疑惑出てきたよ。まあ、能力の方は上げれたからね。ああ、まあいいんですけど。ああ、もったいないな。もっと強くできたはずなのに。今更体力回復しても遅いよ。もっと先にしてくれよな。パワーは C の65もう到達してるからね。うん。お、満塁男にヘッドスライディング。どっちもいらねえわ。ははは。走り抜けた方が早いんだよ。ヘッドする必要がないからね。イチローもよく言ってんだ。怪我するからやめろって。あの記録というか出てるからね、そういうのが走り抜けた方が早いっていうねデータが。でもするやついるんだよ。やらなくていいんだよあんなもん。総力超人伝なんかいるかお前。足の選手じゃねえだろビシエドはよ。こっちから行こうかな。ゴールちょっと遠回りになっちゃうけどね。野球マンどこだ。あ、上か。カモン、センキュー、ありがとう野球マン。天使やね。オッケー。もうパワー B の71到達よ。ビシエドのパワーは B の79ですから、もうそろそろね、いけますよ、これ。じゃあ弾道が欲しいな。弾道がなければあんな名古屋ドームでホームラン打てんぞ、お前。弾道パネルあるのはあるんだけど、遠いとこに出ちゃったな。まあ、このステージはもう終わりで OK でしょう。博士出てこねえのかい、博士。ステージ5に出てきておくれ。改造手術成功からの持ち込んだ意味がねえぞ。博士どうだ、来たか。いや、来てないわ。もう最悪だよ、もう。こういう時に来いよ。空気読めねえな、あいつ。人が求めてる時に出てきてくれないんだからね。どないやねん、それ。うわ、気分が悪いじゃねえ。うわ、もう最悪だ、これ。ミート超人で。でももうこれゴール行くしかないね。うわ、弾道結局2のままで終了かい。守備もクソだし、まあファーストだから守備力はそんないらないとはいえ。ちょっと待てよ、お前この弾道で名古屋ドームホームラン打てないでしょ。あへあへトゥーベースマンの完成だね。まあ、ミート力はあるからさ、そこがビシエドとは違う点だが、特殊能力はね、満塁男とヘッドスライディングのみ、広角打法だったり、対左打者 B みたいなね、いい特殊能力ではない。ぶっちゃけいらねえよ、こんなやつ。なんでついたんだよ。守備力に関しては、まあ、ファーストなのでね、もうほとんど必要のないじゃないんだけども、まあ、それでもね、走力とかいらなかったから、もう少し、パワーだったり弾道に能力を振りたかったね。まあ、仕方のないことだ。あのパネル転生ステージでもしもうまくハマっていけば本当オールエース作れてたんだけどね。ちょっと下手くそすぎたね。運もなかった。じゃあ今からオートペナントで回してビシエドと対決していきましょう。今回はね、まずビシエドの方からオートペナントで回して、その後僕の作った選手行きたいと思います。起用法は4番ファースト固定で行きますのでね、ビシエドの能力をもう一度確認すると、まあ、このようになってるわけ。やはりパワーでも負けてる。弾道も3ありますからね、プラス広角打法ですから。能力を見る限りではちょっときつそうなんだけどね、まあ、僕の選手には弾道だったり広角打法がない分、ミート力があるのでね、ビシエド以上に、まあ、そういうことを考えれば、まだまだね、勝てる可能性というのはあると思いますので、期待しましょう。じゃあ行きましょう。まずはビシエドからですね。ビシエド1年のシーズン開幕じゃ。ビシエド1年のシーズンが終了。成績オープン。ダダダン。うわぁ、打率高え。2割8分8厘やって。めっちゃ打っとるやん。ミート D であんな打てんの、はあ、すげえな。で、これでホームラン何本打ってんだ。試合も143ゲームフル出場ですからね。で、511打数の147安打。二塁打25本で、ホームラン26本。名古屋ドームでこれはすげえな。で、打点83打点。まあね、チームの状況もあれですから、他のチームじゃ間違いなく100打点は稼げてるポテンシャルはあるよ、これ。得点圏打率は2割5分。得点65、三振110で、フォアボールも75とかなり選んでいる。そして、併殺8個と、まあそんなに多くはないよね。盗塁謎の2個があるわ。ほんで、出塁率は3割8分2厘、長打率は4割8分9厘で、OPS は8割7分1厘。最高
高じゃないっすか。こんな助っ人外国人がいたらぜひともうちに来てほしいけどね。素晴らしいですね。そして守備の方を見ると、エラー5で守備率9割9ブロック。エラー5はちょっと多いんじゃないの？まあ、ファーストってね、捕殺数は当然多いわけですから、ファーストというポジションね。守備率はそんな悪くなることはないですけど、やっぱこのエラー5っていうのは多いよね。そんな褒められたもんじゃないと思うよ。そしてタイトルは何か取ったか。まずはベスト9。ファーストで筒香が取ってる。外野じゃねえのかよ。ラミレスどうした？で、ゴールデングラブはビシエドが取ってますね。これだから筒香を普通にレフトで守っておいたらビシエドがベスト9取れてたよね。その他のタイトルはダメだ。他にライバルがいすぎた。取ることはできずだね。いや、でもビシエドの残したこの打撃成績素晴らしいですよ。ほんと助っ人外国人の中でもセリーグナンバーワンにいい数字を残したって言ってもいいんじゃない？ OPS で見るとね。ほら、ロペスよりも上だ。見てくれ。だね、だね。助っ人外国人で一番の OPS を残してるビシエドですね。ちょっと予想外だな。出しても OPS8 割台前半。かなと思ったんですけど、かなり、打率も今回良かった分、フォアボールも選べてる分ね、いい数字を出されたよ。やべえな、思った以上にやばかったので、ちょっと今ね、やばい。超やばい、追い込まれてる感じ。でも勝つのは俺だからね。ビシエドの成績はこのようになりました。じゃあ次は僕が作った選手をオートペナントで回していきましょう。ビシエド同様4番ファースト固定でいきますのでね。かなりの好成績ですからね、ビシエドは。あれを超える成績を出せるかといえばちょっと難しいかもしれない。でもこれ負ければね、菅野とビシエドに敗北。ね、2回負けたことになりますから。そしてこれね、4月の月間 MVP の時も2回負けてるんだよね。4月はメッセンジャーと大島が選ばれてね、この対決サクサクセスシリーズでもやりましたけど、どっちも勝てなかったからさ、ちょっとやばくない？負けすぎじゃない？ってことになりますからね。せめてビシエドには勝ちたいんでお願いします。とんでもない成績を期待しましょう。1年のシーズン開幕。僕が作った選手、1年のシーズン終了、成績オープン。ダダダン。おー、来た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 。これを割っとったんや、ボケー。よっしゃー、打率3割きたね。ただ大事なのはホームラン数ですからね。あの弾道で何本打てたかっていうとこは問題なんだよな。まず打率に関してはビシエド超えですね。ビシエドも結構高かったですけども、3割0分6厘で超えたよ。137ゲームなので、これは6試合欠場してるということになるのかな。で、509打数の156安打、2塁打34本でホームランは7。少ねえ、やっぱり少ねえ。あの弾道ではダメだったということか。お前、広い名古屋ドーム考えればわかるだろ。あんな弾道でホームラン量産できるか。なめんじゃねえ、名古屋ドームを。はは、7はでも、7は、ちょっと待ってくれ。これ名古屋ドームで一本持ってねえんじゃないかな、これだとね。のような感じするわ。で、打点58打点と少ねえなぁ。平田の方が稼いでんじゃねえかよ。で、得点圏打率は2割6分6厘。三振、得点48、三振91、フォアボール38個と全然選べてないし、デッドボールも7個と多いし、お前、山田哲とか俺はいじめんじゃねえよ。で、併殺3つ。これは少なくていいね。盗塁11個で成功率は6割1分1厘で。そして出塁率が3割6分2厘、長打率は4割1分5厘で OPS は7割7分7厘、ラッキー7777だわ。なんか景品くれよお前。ねえ、パチンコなら大量出てくるとこでしょ。うわお、そんなのはね、こんなの対決サクサクセスに関係ねえんだよな。いい数字、縁起のいい数字どうのこうのはいらねえんだよ。守備でもうわ10個もやらかしてる。そらこの補給数だもんな。エラーやらかしまくるよお前。ファースト飛んだらお前地獄じゃねえか。ピッチャー泣いてると思うぞ。タイトルはベスト9は筒香、ゴールデングラブは新井さん、そしてその他は何も取れずだ。うわ、菅野投手4冠やってるわ。さっきやられなくてよかったわ言ったでしょ。だからさっきの菅野はそんなにこのパワープロの中でも良くない方の菅野だってね。いい方の菅野あんな感じですから、毎回あれだからね。あー、弾道が2でなければ、弾道が3なら、いやもしくは4なら、もう少しホームラン打てて、いや、そういうものじゃないね。あ、もう、この能力では勝てないということだ。弾道どうのこうのじゃないよ。特殊能力何かもっとないとね、無理だったね。はい。じゃあ、互いにオートペナントで回し終えたので、
2人の成績を見比べて勝敗を決めていきましょう。こちらになります。上が僕、下がビシエドだ。まずは打率で言うと3割0分6厘と2割8分8厘。こっちの方が勝ってますけども、その他の数字を見比べるとホームランは7本と26本。10本分けていただけませんか、こちらに。ね、そんなことできないからね。打点も58打点と83打点。チームの状況によって打点数っていうのは大きく変わりますが、まあこれは大きく変わりすぎ。まあこれは選手の個人の問題だね。打点を稼ぐ能力がないからビシエドに これだけの打点数を開けられている。そして OPS で見ると7割7分7厘と8割7分1厘ですね。もう約1割。近い差がありますから、で守備で見るともっと差があるわけですからね。まあファースト守備力はそんな重要でもないですけども、打力でも守備力でも負けているんなら答えは一つでしょう。ビシエドと対決してみました。結果はビシエドの勝ちです。俺の負けです。どこが勝っている、言ってくれ。ぜひ俺を助けてくれ。そういう方がいるんならばね。でもね、みんながみんなビシエドって言うでしょ。うん。差がありすぎた対決になりましたね。OPS1 割以上相手でどこに勝ち目があるんだよ。お前、盗塁これ、たとえ50盗塁してたとしても勝ち目ねえぞ。これだけ空いてたらね。そんな対決になりましたね。ビシエドが思った以上に成績が良くて、そして俺の選手が思った以上に成績伸びなかったんでね。やはり弾道でしょうね。弾道が3あれば、もう少しホームラン打てた。と思うんですけども、その分打率は落ちたと思うけどね。3割はなかったと思う。だから結果的に OPS もそこまで変化はないような気がするんだけどね。まあどっちにしろ1割以上空いてる対決なんでどうしようもねえわな。今回作った選手が悪いんだ。もっといい選手、もっといい能力の選手を作っておけば、月間 MVP を受賞したビシエドを勝てたかもしれないね。でも終わったこと言ってもしゃあないのでやめましょう。たらればかっこ悪い、そういうこと。はい、今回は月間 MVP を受賞した菅野、そしてビシエド、二人の選手の対決してみましたけどもね、結果はどちらにも敗れるというね、最悪な結果になりました。先ほども言いましたけど、これ4月の月間 MVP の時もどっちとも負けてるからね。俺は何をしたら勝てるんだ、ぜひ教えてくれみんな。ねえ、気持ちはあるんですけども、結果としてそれが出てこない。腹立ちますよ、ほんと。まあでもね、二人とも月間 MVP を受賞するくらいにね、このパワープロでもいい成績で、いい能力ですからね。まあなかなか勝つの難しいのは当然だわな。当たり前のことですね。はい、残念ながら勝つことはできませんでした。今後もですね、この月間 MVP を受賞した選手と対決していきます。次回の実況ではパリーグの5月の月間 MVP を受賞した選手と対決する予定なのでね、お楽しみに。次は勝つ。グググググバイ、また会おう。